テイクオフは軸をしっかり板の真上に保ちながら上半身をしっかりと回し切り踏み切ります。この時顔から回してしまったりしないよう目線は正面の意識で抜けましょう。空中ではピークで360くらい回っているようにします。そのタイミングでグラブをし、グラブとは反対の手と顔を回転方向へ動かしていきます。グラブを離すタイミングですが、着地に合わせてボードを回すときにグラブを離していきます。セブンツーまでの高回転になると軸がブレやすくなります。抜けるときにエッジに乗りすぎていたり、頭のポジションが板から外れていたり、顔から回してしまっていたり、グラブを